マウントホープは、南極大陸のロスタナ氷に流入するベアードモア、氷河付近の南位83度45分統計171度00、分、南位83.750度統計171.000度、マイナス83.750 17、171.000に位置する、標高約1100メートルの丘。1908年12月3日、 南極点到達を目指したアーネスト・シャクルトンの南極体験体によるニムロド遠征中に発見された。丘を登った探検体は南極点を含む南極高原への経路となる氷河を初めて指認した。シャクルトンは成功を期して行く手を見渡すこの丘をマウント・ホープと名付けたが探検体は南極高原に至ったものの、 南極点に到達することなく引き返した。我々は周辺を観測する目的で登るため山のふもとに立った。岩壁をよじ登り、滑らかな雪面を遡るのは非常に困難であった。尾根の頂に達すると突然視界が明け、巨大な氷河が南への経路として伸び高い内陸の氷海に溶け込むまで南方の内陸へ続いているように見えた。アーネストシャクルトンによる記述。 三年後、ロバート・スコットが同経路で南極点に到達したものの、北で遭難し生還できなかった。1916年には、シャクルトンの南極大陸横断において補給用になったロスカイ死体による最後の集積場となった。アーネスト・シャクルトン、ザ・ハート・オブ・ザ・アンタークティック・ロンドン、ウィリアム・ハイネマン、P180 ケディ・タイラ・ール・イース。 ザロストメン、ロンドン、ブルームズバリーパブリッシング、P146、ISBN 9780747579724。ありがとうございます。